ジョバンニ・ジャコメッティは、スイスの画家である。彫刻家として知られるアルベルト・ジャコメッティやディエ、ジャコメッティ、家具デザイナー、建築家のブルーのジャコメッティの父親である。スイス、グラウビュンデン州のスタンパで、パン屋でカフェの経営者の息子に生まれた。いとこに画家になるアウグスト・ジャコメッティがいる。1884年から1886年まで、スイスのクールで学んだ後、絵を学ぶために、 ミュンヘンに移った。ミュンヘン美術院には入学できず、1886年からミュンヘンの工芸学校などで学んだ。翌年、スイス出身の画家、クーのアミエと親友になり、アミエとパリに移り、アカデミー・ジュリアンで1891年まで学んだ。1893年にはイタリアを旅し、スイスに戻った。 スイスではグラウビュンデン州の村に住んでアルプスの風景を描いていたイタリア出身の画家ジョバンニセガンティーニと知り合いへ影響を受けた。1899年にセガンティーニが突然亡くなった後はスイスの画家フェルディナント・ホドラーの影響も受けた。友人のクーのアミエはフランスのポンタバンで活動しフランスの新しい絵画のスタイルをジャコメッティに伝えた。 1905年から再び、アミエと活動するようになり、1906年には、チューリッヒの展覧会に出展した。1907年には、前年に亡くなったポール・セザンヌの回顧展を見るために、アミエと再び、パリを訪れた。この頃、ゴッホの作品の研究もした。1908年には、ドレスデンで開かれた、表現主義の画家グループ、ブルッケの展覧会に出展した。 ミュンヘンの展覧会に出展し、アレクセイ・フォン・ヤウレンスキーと知り合い、1911年にはベルリン分離派の展覧会に出展した。1912年にチューリッヒで個展を開き、ケルンで開かれた当時の全英美術の美術展にも出展した。ありがとうございます。